食べてなくお腹いっぱい水分補給でね、水分で、はい、一回食べてください。うわー、なんじゃこりゃ。うんちも出てます。うんち、うんちも出たね、かわいいね。幸せだね、かわいいね、あんた。ポポ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 ポ、なんじゃこりゃ。はい、はい、あら、あれ、おはよう、まるちゃん、おはよう。よいしょ、これかい、よいしょ、よいしょ、どうした、はいよ、はい、今日はテストケースとして、これでキキ先にあげちゃいます。キキ飛び出しちゃうんで、はい、どうぞ。よいしょ。音楽なしですね。で、もう暴れるこいつも一緒に先に食いしています。さあ、これからカムインに入ります。おいでー。あんまりない、あっちの方来た。夏、あえ、小次郎は出ちゃった。まだ小次郎と捕まえないとな。見るもんも出ちゃうんだよね、これ。はい、大御所2人も入ってます。よいしょ。はい、おはようございます。7月19日、火曜日になります。今日は、集落の DNR2 匹、万が一、また捕まらない場合にはヌンちゃんと、ピンちゃん先生の予約がキャンセルにならないように避妊手術をします。なのでもう4時過ぎぐらいに1回、リカンス講師ですね、食べさせて隔離してあります。なので今日もちょっと予定があるので、予定より早く、いつもより早くですね、30分ぐらいちょっとご飯の時間が早いんですけど、そうするとこういう風に集合状態が悪くなります。エルモたちしまったら忘れて、その時にケチャしまっちゃうとこうやって出てこないんですよね。あ、エルモちゃん、エルモちゃん出てください。よいしょ。小次郎くん入りませんよ。ここ小次郎くんのお部屋、ご飯のおかわりタイムだから、はいはい、小次郎くんそっち出すんでください。いいの、くんちゃん、くんちゃんも出ようよ。お殿様ご機嫌麗しいですか。はい、おかわりタイムです。小次郎呼んだらグーグー寝てたくせに変なことですよ、食うんですよ。小次郎はまあ明らかにおかわりしか食べませんみたいな感じですけど、
はいはい。クリビ。はい。はい。クミコちゃん、クミコちゃん後ろ。出る人出て。あ、レイン帰ってきたね。はい。夏しよう。さっちゃんおいで。さっちゃん。走って。第2次行ってきます、します。はいはい、マック行って。はい、さっちゃんも行っといて。はい、マック、マックよいしょ。マック、マックはなんか遅いよね。はいはい、チャームおいで。チャームご飯なくなっちゃうよ。トラちゃんまた帰っちゃう。チャームおいで。はいはい、シッタご飯食べてないと思うんだけどな。いいの、ごめん出ませんよ。はい、2人は、ちょっと7時まで様子見です。はい、どうぞ。おいでおいで。どこ行くの、何やってんの。はい、こちらどうぞ。はい、よいしょ。今日は少ないね。初めてこんな少ないね。なんでそこへ行くわけ。はい、ここ食べでしょ。食べなさいよ。はい、トイレ掃除を抜きます。7時過ぎると連絡が入ってきます。捕獲できていたらその子たちを行きます。1匹なら、ヌーちゃんからまず行きます。2匹捕獲できていなかったら、両方連れて行くので食事をさせていません。もうちょっとね、我慢ね。よく食べてます。あと20分ぐらいしたら DNR のピックアップに行くのかどうかが決まります。今日はウリちゃんが木登りしてますね。大きな鳥がいますね。よいしょ。今日は曇りの予定ですけど、結構晴れてますね。大雨の地方の方、大丈夫でしたでしょうか。あ、すごい飛行機雲だ。はい、つなぎ替えてあげました。これで昼までこの場所で大丈夫です。日陰になってます。で、不思議なんですけど、トラちゃん最近よく、あ、登ります。エルモも来た。おお、ハートが言ってね、この枝は
が住んでた間ですね。お仕事も来た。珍しい。みんな誰か来てるかな。ねえ。散歩組です。おっと、キッキですね。足元にはももちゃんがいます。ももちゃん、帰り。DNR 一匹、頑張って捕まえていただいたようなので、ぬーちゃんから今日は避妊に行きます。はい、行ってます。ぬーちゃんはね、検査終わった。ぬーちゃん検査終わってんだね。お姉さんは中に入れていいんじゃない？そのまま餌と一緒に。あげるか、あげるか。このお皿を出してくれ。はい、行ってきます。作っちゃったんだけど、あれ、ファスナーが切れて逃がしてしまった。男の子別で一番捕まえたかったメスなんですけど、なかなか捕まってもあれが大変、猫に噛まれたことないですか？親も。どうしよう。はい。ヌーちゃん。名前なんですか？ヌーです。これ野良でいいんですよね。はい、野良で。まだ袋掛けしてなくて、こんな大きいのがあります。あ、一個なんか袋から落ちてるぞ。これどうすんの。袋から落ちてるぞ。今からちょっと吉川さんとこ行って、どんな感じか聞いてくれると思います。これだけですが、まあこんな感じですね。
れよ。今から、ヤギのつなぎ返します。タムちゃん、タムちゃん、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、ランチです。よいしょ。はい、どうぞ。僕はい、僕あれ、あと一人どこ行った。僕あれ、あれだ、立ち上げだ、立ち上げ。はい、姉ちゃんは、4時半に迎えになります。はあね、みんなよく食べてもう本当は分かりません。同じぐらい、もう大きさほとんど同じです。本当の双子ちゃんです。ゴロちゃん人気だね。一回この子たちも外に行って一回行きたいんですけど、暑い、紫外線が強すぎてちょっと危ないかなと思ってですね、無理はさせてないんですけど。お腹の具合もみんな良くなってる。Mm-hmm.